どうも、えりこさん、メッセージありがとうございます。そして、台本の方ね、送らせていただいたんですけども、あの台本をもとに、ライブ放送っていうのは、対談を進めていこうと思ったんですが、もうすでにね、かなり、返信内容といいますかね、お答えになる内容とかも、まとめてくださったみたいで、お手間をおかけしました。本当にありがとうございます。ちょっと雑談のね、ちょっとだけ真面目バージョンでやり取りできればと思ったんですけどもね、ここまでできてると本当にもう言うことないです。きっとね、いろんな思いが込められてるんだと思います。もういよいよ明日のお昼ですね、13時から。私も楽しみにしております。顔出しできない部分は仕方がないと思いますんで、それはね、そんなに気にすることではありません。できる範囲のことから積み上げていきましょう。そしてですね、今回、ちょっと確認したいことがあるんですけども、えりこさんのちょっとね、健康状態のことなんですが、今でもなかなか自由に外出できなかったりとか、もうね、本当に分かりやすく言うと、じゃあ週5でスーパーのレジとかね、なんか梱包作業とか、売り込みとか、ああいったパート出勤っていうのができない状態であるってことなのかなと思いますし、寝たきり状態って表現もありますけどもね、日常生活はなんとかできるにしても、飛んだり跳ねたりみたいなことが体力的にも精神的にもできないっていうことなのかなっていうふうに思ったんですけども、大体そういうふうに捉えておけばいいでしょうか。そしてもう一つね、聞きたいことなんですけども、これはね、稼ぎのことね、売上のことが書かれてましたけども、結構な金額稼げるようになりましたね。すごいと思います。でしかもそれを今月は更新しそうだということで、もっと上がりそうだということでね、桁が変わるんじゃないかなってところがあって、これはね、多くの速稼塾に参加していながら、いまだにね、全然はっきりとした売り上げ立ってないよって方に大いなる希望を与えると思うんですよ。ですんで、恥ずかしがることなくね、人に勇気を与えるもんだと思って、どのぐらいいきそうかなっていうところをね、ちょっと心の中に留めておいていただきたいと思います。全然その通りにならなくてもいいんで、いや、今月はこのぐらいになりそうですよとかね、今年はトータルでこのぐらいになりそうだみたいなね、そんな将来の展望がありましたら、ライブ放送でお聞かせいただければと思います。いや、それにしてもね、やっぱりね、待ってるだけでは何も変わんないんですよ。勉強するだけでは何も変わんないんですよね。やっぱりどんなことを自分は経験したのか、そしてどんな知識を蓄えてきたのか、これを表現することによって、多くの方が、じゃあえりこさんに相談してみようかなっていうふうになると思うんですよ。本当に今回ね、最後プレゼントまで準備いただきまして、非常に嬉しいですね。平日の対談になりますので、正直ね、皆さんね、出勤されてる方が多いです。私の放送は平日の昼ってのはどなたもいらっしゃらないと思いますけども、 YouTube でね、すぐにアップロードしますので、きっとですね、その中から多くの方がいろんなことに気づいてくれるんじゃないかなと思います。本当こう言ったらね、あれですけども、5体満足で毎日会社に出勤できる体力と意欲がある方が、副業でなぜかね、稼ぎ始めるのがなかなか二の足を踏んでしまうというか、月に1万2万コンスタントに稼ぐこともなかなかままならないっていう現実もありますので、そういった方にね、ちょっとエールを送っていきたいなと思ってるんですよね。いや、本当にね、体力的に精神的に難しい方でも、在宅でですね、一生懸命パソコンで稼げる時代ですよね。でえりこさんも大変なスタートだったと思いますけども、私もね、40歳で何のパソコンも知識も経験もなく、それこそキーボードをこうやって指でタッチして前に進みました。本当にね、どんな作業も時間かかりました。でもなんか楽しかったですね。今まで取り組まなかった自分がいる。今まで避け続けてきた道を歩いている。なんか人生が変わるような気がしてワクワクしてた思いがあります。そして実際に私は2013年から始めたこのパソコンで作業、YouTube、インターネットビジネス、アフィリエイト、こういったものでですね、3年で金銭的にいろんなものを脱出することができて、そして5年目にしてね、隠居といって、ついに社会から離れて時間もものにすることができたかなって感じてますね。ですんでね、今40代の方50代の方でもできるんだよと、やることなんだよっていうふうにこれからも伝えていきたいと思います。そんなズームライブ対談になればいいと思ってます。それでは直前で動画を送らせてもらいますけども、よろしかったらまたちょこちょこっとね返信いただくか、当日ライブしながらお答えいただいても構いませんのでよろしくお願いします。ありがとうございました。では後ほどお会いしましょう。